できるフラメンコレッスンをしていきましょう。フラメンコの正しいポジションは基礎テクニカでしっかり体に覚えさせる必要があります。今日はその大切なグラッソ、腕ですね、腕の使い方、そのテクニカをやってきます。音楽なしの解説をしていきます。まずこの上腕を内旋、外旋、内旋、この時に肩がこう動かない、肩は動かさずに内旋して外旋で、内旋したらここの肘から先を前に持ってきて、この肘は動かさずにこの先を、肘から先を外旋していって基本のポジションにして下ろします。逆も肩は動かさずに内旋、外旋、内旋、外旋、内旋したら肘から先を前に持ってきて、肘は動かさずに肘から先を少し外旋して、フラメンコのこの基本の丸いポジションで下ろしていって、で次も内旋、外旋、内旋、外旋、内旋、外旋、内旋したら肘から前、肘から先を外旋して、ここで基本のポジションを確認します。この時にこう脇がつかないように必ず離して、肘がこうならない、必ず綺麗な丸いポジションで、横のポジション、この時に肘がどうしてもこう下がる人が多いので、肘は下げずに、つまりここがしっかり上腕が内旋して肘が上に上がるようにしてください。でこのポジションの時、肩がこう上がりやすいのでしっかり肩は落として、でサルテの人は肘がこうなりやすいので、しっかりここでここ内旋していって肘張って、で手は後ろに行きすぎずに耳よりもちょっと前ぐらいですね。でこのポジションもすごく大切なんですが、こう猫背にならない、しっかりと胸は引き上げて肩は落として、でここの肘のポジション丸く綺麗にこういうふうに落ちないように気をつけて、で下に下ろします。魔の手首いきますね。小指からしっかり丁寧に一本一本、親指を必ず中に入れて、小指から一本一本手首を回しながらしっかり動かしていってください。小指から丁寧に丁寧に、ゆっくり小指、薬指、中指、人差し指と伸ばしていって、小指から丁寧に一本一本指先動かしていって、離す時も一歩一歩丁寧に丁寧に動かしていきましょう。小指から丁寧に、親指は必ず中に入れて、一歩一歩丁寧に手首を動かしながら、しっかり手首回して丁寧にいって、で横のポジションも同じく、肘が動かないように気をつけて丁寧に一歩一歩丁寧に手首を動かしながら、指先をしっかり動かしていって、いい声から丁寧に丁寧に動かしていって、上のポジション、小指から丁寧に、この時に親指気をつけて、親指ちゃんと中、こういう風に出る人が多いんですけど、必ず中に入れて、いって、しっかり指先伸ばして丁寧に、普段使ってないところをしっかり使っていって、丁寧に、いい、回していって、前のポジション。このポジションの時に、こう、猫背にならないように、しっかりと肩甲骨、ここ平らになる感じですね。で、ここの、手首を回す時に肘がこう、こう動かない。ここは動かさずに安定させて、手首はしっかり回していく。いい、しっかり外回し、いい、内回し、丁寧に丁寧に、いって、下ろしていったら、最後に下のポジションももう一回確認しながら、はい、いい、回していってください。そして次のテクニカ、いい、ここで内回しをしながら、肘から開いていって、
で、ここで外回しをしていきます。いい、寄せてって内回し、いいで外回し、いい内回しをしていきます。次のテクニカル、ここから外回しをしながら、いい、体が先に行って、肘、手首が行ったら手首回していきます。体が先に動いていって、この時に肩がこう入らないように気をつけて、クエルをしっかり胸上げていって、肘が来たら手首が来て、マノクエルポ、肘、手首しっかり回して、クエルポ、体使っていって、イ、このポジションで、で次はブラスを上に上げていって、ここから基本の外回し、いい、内回しでしっかり肘から上げてって、いい、この時に肘がこうならないように気をつけて、つまりここ上腕は綺麗な内線で、こうマリーラインを心がけて外回しして、内回しをしながら、この時もこう肘から上げてって、フラメンコのラインを出しましょう。肩この時こう上げないように気をつけて、外回しして、いい、肘から丁寧に、いい、外回しで内回しで上げていきます。で今度下ろす時、この時も肘をこう上に残して、上に残して、こうやって今下ろさないように肘残していって、でこの時上げる時もここの肘からこういうふうに上げないように、肘からこう丁寧に下ろす、上げる時に肘から丁寧に、いい、肘を残して上げるときに肘のライン綺麗に綺麗に、いいで、肘、常に肘気をつけましょう。それから背中が緩まないように、猫背にならないように、いいで、ブラスを、いいで、ここで下ろしていきます。次、下半身をつけていきましょう。まず足を出す。この時に体が、斜めこっちで、顔が一緒にこうやって動かないように、顔は前に残したまま体をこう45度ひねっていって、正面、いい、斜め、いい、顔は動かさずに、いい、顔を動かさずに、そして余裕があったらちょっとカデーラをつけてみる。カデーラ、腰をつけてみて、無理な人はなしで大丈夫です。いい、大切なのは体がこう45度のポジションにきちんと持ってて、顔がまっすぐ前に向くように、いい、逆側、いいで逆側、これは腰の使い方ですね。でもう一個のアルカールでこうカデーラ、常に腰を動かしていきます。でウエストから上は動かさないように気をつけて、こう、いい、丸カールして、だ、これ悪いですね、パン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 、これ悪いです。カレーラを使って、ここでね、ここ軸にして、いい、腰をちゃんと使ってって、いい、頭のポジションが動かないように丁寧に、いい、丁寧、ブラソと足をつけてやってみます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、いい、肘気をつけて、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、次のテクニカル、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、いい、パッパン、体から必ず動かしていって、頭のポジションは変わらないように気をつける。体はしっかり45度、
一番高単位一二三四五六七八一二三で五六七で次一二三四五六七八一二三四五六七一二三四五丁寧一二三四五六七一二三四肘からいい一二三四肩が上がらないように上げ一二三五六七一二三五六七一二三五六七八一二三五六七で最後ラストを下ろしていきます。それではこれを音楽に合わせて踊ってみましょう。テクニカなので回数は別に何回でも構いません。例えばこのテクニカはすごくやりたかったらたくさんやってもいいし、次のこのテクニカもなんかしつこくやりたいなと思ったら永遠にずっとやってもらって全然構いません。音楽に合わせて踊ることがすごく大切なので、音楽をよく聴きながらマルカールの練習をしてみてください。Oh!
以上が今日のレッスンです。いかがでしたか？フラメンコに大切なポジションというのは、体が覚えるまでとにかく何度も何度も繰り返しやらないといけないので、できれば毎日、できなかったら2、3日で1回でいいのでやってみてください。頑張って。